また来てたのか。うん、今日は夕方までのシフトだったからね。お前も自分の生活があるだろう。俺のことはほっといてくれていいんだぞ。またその話？ねえ、私が来るのって迷惑？いや、そうじゃない。いろいろと世話をしてもらって助かってるさ。じゃあなんでそんなこと言うの？まさか他に好きな人ができたとか。いや待て、そんなわけないだろう。だっておかしいじゃない、急にそんなこと言うなんて。別におかしくはないさ。むしろ恋人同士でもないのに半同棲みたいにしている今の方が不思議だろう。だったら恋人同士になればいいんじゃない？私はいつでもいいけど。すまない、今はまだ今はまだってことは期待して待ってていいのね。なあ真由美。何？お前家族はいないのか？急に何の話？いや、そういえばそういう話今までしなかったからな。両親とももういないわ。もうずっと前のことよ。そうか、すまなかったな。うん、気にしないで。さあ、この話はこれぐらいにしてご飯にしようか。ああ。おい真由美、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？キル…いや、鈴木さん。お前ら、どうしてここに？事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか？すいません、鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴、申し訳ありませんでした。病院にも行くわけにいかず、他に頼れる人間もいなかったので鈴木さんの家に。どうして俺の家が分かった？実は会長を乗せた車の運転手が鈴木太一って名前だと分かった後、本家経由で福岡市内の不動産関連情報を流してもらっていたんです。鈴木太一という名義で賃貸契約をしていたのはあのアパート一軒でしたので、すぐに分かりました。そうだったのか。じゃあどうして今まで家に来なかったんだ？森永の兄貴の配慮です。自分たちも登場界の大門を背負っている以上、筋は通すべきだと。だから会社で俺の帰りを待っていたということか？はい。森永の兄貴は何よりも極道としての筋を通す方なので。それで何があったんだ？あの傷からしてただの喧嘩ってわけでもなさそうだが。山笠組の跳ね返りにいきなり襲われたんです。山笠組に？堂島会長と山笠組の斑目組長の会合以来、町じゃ山笠組の連中が登場会を襲う事件が頻発してまして、もう10人近い組員がその餌食に。どうしてそんなことが？杯の話は問題なく進んでいると言っていたじゃないか。それはあくまで上の話。山笠組の下っ端連中は
搭乗会が福岡に来たこと自体よく思ってないようです。そうか。でもどうして俺の家に、搭乗会の連中に助けを求めればいいだろう。そんなことはできません。どうしてだ。俺らは会長の護衛役です。会長が行方不明になった今、その責任は全部森永の兄貴です。仮に会長が見つかったとしてもけじめは取らされるでしょう。ましてやそんな状況で不意打ちとはいえ、山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら、森永の兄貴はどんな目に遭うか。起きしまったことは仕方がないだろう。仕方ないなんて理屈、青山組長には絶対に通用しません。心象筆伐、徹底した方ですから。極道組織は会社じゃない。管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう。おっしゃることはわかります。でも青山組長のその厳しさがあるからこそ、今搭乗会は一枚岩と慣れているのも事実です。裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません。実際三代目時代からの名跡であっても不祥事があれば排斥となってます。その代わり忠誠を誓い結果を残した組は次々と直系昇格させています。ドライなやり方だと思われるかもしれませんが、その分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんです。若返りか。確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないな。帰りなさい。ああ、真由美。ん？悪いんだが今日は家に戻ってもらえるか。でもこいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。わかった。状況はわかった。だが俺は本当に大吾の居場所を知らないんだ。四代目だってこと、やっと認めてくれましたね。もう騙し合いは終わりだ。それより本当に大吾の足取りはわからないのか。ねえ、桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った形跡も他のタクシーに乗ったという情報もありません。どこかに隠れているという可能性は。そんなことをする理由がありません。なら可能性は一つか。ええ、拉致されたと考えるのが自然だと思います。犯人は山笠組か。可能性はあります。下の方の連中は杯のことよく思ってないようですからね。でもなんか引っかかりませんか。何かで。だっていくらそう思ってたとしても堂島会長は山笠組本家の客人ですよね。俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはあっても
組長の客人を襲うなんてことをするでしょうか。確かにな。山笠組の下っ端連中にそんな度胸があるとは思えない。じゃあ一体誰が。俺の電話だ。あいつはジャケットから携帯取ってくれ。はい。はい、森永です。はい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 。なんつって。はい。今すぐ戻ります。はい。失礼します。どうしたんすか、兄貴。青山組長が会長代行に就任するらしい。会長代行？でもまだ堂島会長がいなくなってから2日しか経ってませんよ。なのにどうして。それだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろう。くそ、納得いかねえ。0時過ぎから説明があるそうだ。今すぐホテルに戻ろう。お世話になりました、四代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ。あの女性、真由美さんでしたっけ。あの女には、お気づきでしたか。それじゃあ。